さあ始まりました、ファイブセンシーズ TV。 赤野光です。バレダンサーの篠宮雄一です。ドリンクデザイナーの亮太です。じゃあ今日も質問の方答えていきたいと思います。はい、じゃあ、本日は真っ黒クロシキンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。質問が、動画では本が重要な役割を果たしていますね。英語と思われる文が書かれているように見えますが、どのような内容が書かれているのでしょうかと。なるほどなるほど、注目してくれて嬉しいですね。本ね、本当ですね、はい。まあそこの本の中には何が書かれているかというと、はい、まあ、その演目 の、まあ、そのちょっとあらすじの一部だったりとか、うん、まあ、そのちょっと一作目だったのはコッペリアのあらすじの一部。そうですそうです、ね、はい、はい、そういうところまで実はこだわってちゃんと文章もちゃんとしてるんですよっていうところに、はい、気づいてもらえるのがちょっと嬉しいですよね。そうですね、うん。ちなみに本とかって読んだりします？どうですか、ジョブさん。あんまり活字読まないですね。雑誌ぐらいですかね。ファッション雑誌をちょっと読んだりぐらいです。ちなみに君は。じゃあ僕ね、あのこれまた熊川さんの本、うん、ああ、理論的な、そうなんですよ。はい、数年前に出されたやつで、うん、もうなんかね、結構読むんですけど、はい、あ、こんなエピソードあったんだっていうようなことがあったりとかして、うん、で、まあ、その5センシーズを始めるってことになったときとかに、なんかちょっとね、こう、重ねちゃいけないのかもしれないけど、あ、そういう思いだったんだっていうのをちょっと参考にするみたいなのはちょっとありましたね。なるほどね。結構その実際近い距離で関わってたわけじゃないですか、熊川さんと。それでもやっぱり事例を見ると知らない部分が結構ある。結構ありました。なるほど。ちなみに何冊ぐらいあるんですか、熊川さんの、ね、事例は。はい、僕が知る限り2つ。じゃあ読破してると、まあ、一応してますね。はい、ただなんかちょっと読まないと、まあ、そのまず一冊目とかなんかは読んでからデバレ入んないと、ちょっとなんかこう申し訳ないんじゃないかなっていう気持ちもありました。ああ、まあまあ、でもそういうの大事ですよね。いや、だって実際に就職活動とかでも僕らしたことないからわかんないですけど、多分その企業のことをちゃんと知ってないとダメじゃないですか。うん、まあまあまあ。多分礼儀というか、そうですね、その自分が行きたい企業、入りたい企業のことをしっかり調べて、どういうコンセプトでやってるのかとかっていうのがないとね、うん、だと思うんで。なんか読むってやっぱこう、あ、そういう考えなんだとかっていうのはやっぱすごい分かりますからね、うんうん、やっぱ大事だなっていうのはちょっと思いました。大事ですね。コウ先生、なんか呼ばれます？僕はさっきの亮太が言ったのと逆で、一時期にもう活字中毒で、あ、そうなんだ。とにかく活字が見たいみたいな。へぇー、活字を見てると快感に襲われるみたいな時期がありまして。何系読んだんですか？それが、まあ小説が多かったんですけど。小説なんだ。小説で、しかもその中で、はい、あの海外の小説を和訳してるやつ、うん、でその和訳の漢字が超好きなんですよ。へえ。なんか和訳で、なんか要は向こうの言葉を日本語にするので、うん、ちょっとこうしづらいとかあるじゃないですか。そのままのやつに伝わらないとか、それでなんか聞いたことない字がそこで結果現れるんですよね。ああ、うん、いや、分かる気します。そうそうそう、え、何これみたいな。毎回それを辞書で調べてどういう意味か見て進んでいくっていうのがなんかすごい楽しいなって。なるほどね。え、なんか結構その和訳されてる本読むと、うん、なんかやっぱちょっとこう普段使わないのが入ってくるから、うん、イメージしづらいみたいなのが正直あったんですけど、はい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 、そこってどうですか？なんかそのなんていうんですかね、イメージしづらいのを調べていってこういう感じって自分に落としていく作業が好き。はあ、そこが快感。快感。アーティストだな。まあ、最近はね、なんか移動とかも全部車移動になっちゃったから、はいはいはい、本読める時間がなくなっちゃって、前は電車の時に読むっていうのが結構習慣だったんですけど、最近ちょっと減ってきちゃったかなって感じ。ただやっぱりあの紙の質感は僕結構好きで、どうしてもね、電子書籍にはあんまり移行できない感じにまだなっちゃってるんで。あ、でもなんかちょっとそれ分かりますね。なんか紙の方が頭に入ってくるみたいな。ありますよね。電子書籍の方がちょっとね、流しちゃう。うんうんうん、っていう感じがなんとなくするんですけど、あ、でも分かります。なんかあのやっぱなんだろうな、読んでる感じがちょっと薄くなる感じはしない、うんうんうん、なんかそう、だからやっぱ本のなんかちゃんと紙で見てる方がしっかりとね、なんか内容が分かるような気がしちゃう。そう、それ分かりますね。で、雑誌はどうしてます？雑誌はでもやっぱ全部紙です、ね。あ、紙なの？そう、電子は読めないかな、読まない。雑誌なんて特にね、最近電子版が多いですもんね。ね、うん、僕ね、電子版入れてます。あ、まあ、そうなんだ。そう、入れてて、まあ見るんですけど、まあやっぱね、
細かい字はこうアップにはしないっすね。そう、やっぱしないですよね。見ないよね。だからやっぱちょっと写真を見る感覚になっちゃいますね。結構あの電子書籍見てると目も疲れちゃうっていうのがあって、あディスプレイ見てると目疲れるなぁ。まあ疲れますよね。うん、ですよね。疲れる。なんか最近パソコンとかも結構やったりするじゃないですか、うん、目とか対策してます？なんかそのブルーライトがなんだってある中で。あブルーライトカットのメガネは、うん、買いました。あ、買ったんだ、うん、やっぱそういうのあった方がいいですよね。まあ、あった方がやっぱ疲れない気はしますね。うん、気持ちだけかも。気持ちだけ。確かに僕は何にもカットできないです。もう何もカットできてないから。何にもカットできない。全部メイン悪い。用途はコンタクトだっけ？コンタクトレンズ。そう、どんどん悪くなってってる気がするから、そろそろね、あのカットした方がいいんじゃないかと思ってるけど。新脈は裸眼？裸眼っすね。あ、裸眼っすね。でも僕もラガンだ。でも3人中2人ラガンって今少ないですよ。確かに、確かに。結構優秀ですね。うん、ただね、そろそろやばい気がしてきた。やばいかもしんないし、うん、もしくは、あの、何でしたっけ、老眼鏡になるのが早くなる。はい、うん、老眼鏡になるのが早くなる。何て言うんですか、金眼鏡。老眼鏡。金眼鏡がどっちがどっちだか分かってないです。とか言いません？なんか、ね、あ、目がいいとそうなりやすいって言いますよね。目はもともとめちゃめちゃ良かったんですけど、うん、なんかね、最近もう加速度的に悪くなってきちゃって、もうなんか中学校の時とかはもう 3.0 見えちゃって、それ以降測れませんみたいな、ケニアの速度みたいな感じだったんですけど、やっぱスマホのせいなんかな、どんどん悪くなってきちゃったなって感じですね。 3.0 以上なんてあると見えすぎちゃうんじゃないですか。もうどこまで見えてましたね。どこまで見えてる、やばいね。地平線まで見える。そんなことはね。でもなんかやっぱ消耗品だから、なんか大事にしなきゃいけないなって感じしますよね、って。なんか基本上がることってあんまりないじゃないですか。基本ずっと落ちてくんだろうなと思うから、それを大事にしていかないとなっていうのはすごい思う。でも、うん、あれ自分絵見るのはもちろん好きなんですけど、うん、モネとかの晩年の作品結構好きなんですよ、うんうんうん、モネってあの晩年の方どんどん目が見えなくなってって、うんうん、絵を描き続けるじゃないですか。白内障とかでね、目見えなくなってましたもんね。そういうところもなんかね、目が悪くなるのは、まあ、悪いことなのかもしれないですけど、そういうとこ含めるとね、うん、なんか悪くもないところもあるのかなと。確かに作品が良くなっていく可能性はあるのかもしれない、うん、皆さん僕の視力が落ちていくことにご期待ください。はい、ということで今回の動画これで終わりたいと思います。はい、感想やコメントに答えていきたいので、コメント欄にコメントをいただくか、インスタの DM にコメントをいただければと思います。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。